全ての悪を滅する！喰らえ！喰らえ！ Thank you.
皆よくやった。下がれ、私が相手をする。シグルド様、王子殿下。シグルド王子。我が父英雄王ジークフリートより授かった名剣グッド、かつて悪竜ファブニールを倒した竜殺しの剣。我はジークフリートの子シグルド。お前が竜の化身だと言うなら、この私が倒してやろう。皆よくやった。下がれ、私が相手をする。シグルド様、王子殿下。シグルド。我が父かつて悪、我はジークフリート。シグルド。お前が竜の さすがシグルド様。
名剣グラムの力だ。竜殺しの剣なら魔物にも負けない。団長、気をつけろ。その剣はやべえぞ。よし、こりゃ剣を避けつつ相手を殺さず戦うってわけにもいかなそうだな。大したもんだな。待ってくれ。俺が行くよ。あの人たちの狙いは俺だ。テイニル君、よせ、引っ込んでろ。でも俺たちが父ちゃんを探すって言ったろ。お前の覚悟はその程度のもんだったのか。君が言ったからといって向こうは許してはくれないよ。あの手の連中はみんなそうだ。ホークママ！なんだ？俺たちが食い止める。行け！何が起こっているんだ。山が動いたのか。とにかく追え。お前たちの相手は俺だ。グラムの一撃を受けて無事とは大したものだ。ドラゴンシーン、決着をつけてやろう。ああ、俺を倒してみせよ。全ての悪を滅する。喰らえ。霊槍シャスティフォル。
倒してみせよ。行くぞ。俺を倒してみせよ。俺の勝利だな。また生えてきてるぞ。やはり魔物だ。再生か、おせえ。やっぱその件は厄介だな。冷蔵シャスティフォル第四形態サム、やめろキング。さっき言ったろ、こいつらを全員殺す気か。安心して団長。オイラ、もうそんな力は残ってないみたいだ。これで終わりだ。先ほどの巨大な犬、いや狼でしょうか。連中を飲み込んだようですが、あれは魔物同士の共食いだったのでしょうか。いや、我が剣グラムが反応している。あのメリオダスというやつの気配、遠い場所へ動いたが消えてはない。魔物の力で一瞬にして移動したのだろう。
大丈夫？メリオダス。なんとかな。エリザベスはどうなんだ？ちょっと寒いわね。さてさてさて、ここは一体どこなんだ？まずはそれを調べねえと。サミサミ。え？サミ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 。サミ。どこなんだよここは。どこもかしこも雪だらけで風は冷てえし、冷凍豚になっちまうぜ。団長！いや、お前たちもいたのか。団長、一体これはどういうわけなんだ。よかった、団長もいてくれて。さあ、俺もこうなったばっかりでさっぱりわからん。いやあ、お前らここにいたのか。俺の夢にみんなで何の用だ。バーン。
ところがな、これは夢じゃねえみてえだぜ。ああ、やっぱそうか。夢にしては生々しい寒さだと思ったぜ。そんな格好で歩き回ってるからだろ。団長殿。ヨーマリン、お前たちも来たのか。キュピーン。霊装者シボル第8形態パレンガーデン。
休んでいいんだ。そうだね。急にヘンテコな場所に来ちゃってびっくりしたよ。エリザベスはどうしてここに来たのか覚えてる？私なんだか夢を見ていて、気がついたらこの場所にいたの。メリオダスが近くにいてくれて。俺もエリザベスと同じだ。気がついたらここにいた。ところでエリザベスちゃん、夢って？ええ、小さい頃の夢で、懐かしかったけどよく覚えていなくて、確か絵本を読んでもらったような。じゃあお前だったらどうする？3回も冬が続くようなことになったら。そうね、まずはあったかい場所を用意して凍えているみんなに美味しいものを振る舞うわ。そうすれば争いなんか起きないでしょ、メリオダス。団長殿。ん？報告した通りだ。私の瞬間移動でもブリタニアには戻れないようだ。それどころか感知範囲を最大限にしても空間座標すらわからない。どうやら妙な世界に閉じ込められてしまったらしい。マーリンの魔術でもわからないとしたら、そりゃ本当にどうしようもないってことだな。わかんねえもんはわかんねえよ。とりあえずなんかしてみようぜ。どうだ、せっかくホークママも来てくれて、こうして豚の帽子邸もある。まずはこの場所で酒場を開店するってのはどうだ？賛成だわ、メリオダス。お店を開けばこんな場所で凍えている人の助けになるかもしれないもの。お客様から情報が得られるかもしれないですしね。よし、そうと決まれば豚の帽子で開店準備だ。楽しい酒は久しぶりだ。4年前の競技祭の時以来だな。ええ、あの頃は良かったわ。
春も夏もあったし、あの醜い魔物たちもいなかったものね。まあ、景気よく行こうぜ。あんた、吟遊詩人かい？なんか物語歌をやってくれよ。はい、喜んで。どんな物語をご所望ですか？楽しくて笑えるやつがいいな。ほら、雷神トールが花嫁に変装するやつ。おー、いいでいいで。いたずら物の神、ロキの物語が必殺ですね。聞かせてくれ聞かせてくれ。わかりました。それでは。魔族だ。ヨットグヘイムの邪悪な巨人どもの仲間だ。叩き出せ。ちょっと待った。うちの酒場は来る客を拒んだりしないぜ。だがあいつは。よせよせ、マスターが言うんだ。あいつが暴れさえしなければ俺たちは気にしない。よし、それじゃあみんな賛成だな。お前も突っ立ってないで中へ入れ。開けっぱなしじゃ寒くてしょうがねえ。父ちゃん！父ちゃん？ほう。
この戦士たち、ブリタニアの剣術とは随分違った戦い方だな。興味深い。やっぱそうだな。ガンベル様、こいつら強いです。やっぱり魔族の仲間に違いねえ。お前たちは下がれ。俺が相手をしてやろう。うん、これは魔力。おい、
ガンベルとか言ったな。お前も聖騎士なのか？聖騎士、そんなものは知らん。俺は全能神オーディン様の加護を受け、恐怖も苦痛も感じない体を得た選ばれし戦士ベルセルクだ。それゆえに死をも恐れぬ。ああ、俺の斧を受けてみろ。インベージョンアロー。はい、オシライゼーション。これでどうだ？バイバーイ。
はい。申し遅れました。私の名はグリムネル。旅の吟遊詩人です。以後、お見知りおきを。ほう、詩人ですか。七つの大罪。それがあなたたちのお名前ですか？たまたま見ていたのですが、皆さん、この土地にはお詳しくないご様子。私は吟遊詩人として各地を旅しており、様々な土地の事情や古き伝承についても少々の心得があります。いかがでしょう。この私がご一緒すれば、いろいろとお役に立てると思うのですが。確かに事情通がいてくれると我々としても助かるところだが、どうする団長殿。ああいう甘い言葉で愛想よく近づいてくる人間は注意した方がいいよ。僕もそう思う。喋り方も気取ってて、なんかわざとらしいし。このような振る舞いは私の仕事ゆえ、過去の偉大な伝説にも聴衆の皆様にも敬意を払うからこそなのです。お気に障りましたなら、どうかお許しください。うわぁ、聞こえてたの。気に食わねえな。言ってることが本当ならこっちは助かるがよ。あんたにゃ何の得があるんだ。あなたたちが進む道の前ではただならぬことが起こると予感がしたからです。波乱と冒険は吟遊詩人にとって重要な歌のピースです。なので危険を冒してでもあなたたちと共にしたいです。さすが舌が商売道具の吟遊詩人、うまいことを言うものだ。確かに言い回しがお上手ですね。僕も勉強になります。いいぜ、面白い。この豚の帽子邸の専属詩人ってことにしてやろう。その代わりしっかり働いてもらうからな。ありがたき幸せ。このグリムネル、誠心誠意お役に立ってご覧に入れます。
豚の帽子亭マスターの得意料理、特製ミートパイだ。コンコン、その料理、なんかやばい匂いがする。何を言っているのです。こんなにも食欲をそそる、鼻腔をとろかす香ばしき香りだというのに、あなたの鼻はどこかおかしいんじゃありませんか。美味であることは疑う余地もありません。私は早速いただきましょう。そう、この黄金の太陽のような外見、芳醇な大地のごとき香ばしい香り、いわんやその味の方も、何ですかこれは。お、メリオダスの料理はな、見てくれだけはうまそうなんだが、味の方は激まずなんだ。はあ、見た目と匂いだけはうまそうなところが団長の料理の凶悪なところだ。でもフェンリル、おめえやるじゃねえか。メリオダスのミートパイのヤバさを匂いで見抜くなんてよ。まっ、ここは残飯処理騎士団団長ホーク様の出番。って食ってんのかよ。おめえ大丈夫か。ひょっとしてそのパイがうまく感じるような味オンチなのか。ああ、まずいけど、俺はここに来るまで森にも野にもろくな食べ物がなくて、雪を舐めて木の根をかじるしかできなかった。それに比べればこれは
すごいごちそうだよ。フェンリル君、ここへ来るまでよほど辛くて苦しい旅をしてきたのね。メリオダスのミートパイが美味しく感じられるほどに。お前ら何気にすごい失礼なことを言ってねえか。それに俺を助けて受け入れてくれた人が作ってくれた食い物だ。まずいけどすごくうまいよ。Thank you.